紛争もメイクも全部変えて、えー、七福神の中の4人の神様をやるということで非常に、まああのー、いろいろこうそのメイクを変えたりこの耳も、ね、すごいでしょうリアルでしょう手間はかかるんですけどその分何て言いますかこう違うキャラクターをそれぞれ演じられて俳優としては非常に楽しい時間を過ごさせていただきました。はい 毘沙門天が勇ましくてかっこよくて僕は好きなんですけれどもただ、えー、今回知ったんですけれどもすいません不勉強で大黒天は海運の神様ということで、えー、1月かから演技がいいの割とあのー、ゾンビとか鬼とか好きな娘なんで。 はい、ひょっとしたらこれでもなんか刺激が少ないのかもしれないですけどただ喜ぶことは確実だと思います <music> 本当全部おすすめなんですけれどももうなんどどれがあのー。 ハンバーグですかねあのお昼ちょっとこう仕事が一段落してすごくお腹が空いてる時にハンバーグでご飯をかき込みたいみたいな感じになりますしあとこう年齢的に言いますとね、あのー、このチキンえこれにやっぱり頻繁に手が伸びるのではないかという気もしますしえー 基本的に僕とんかつ大好きなんで、えー、やっぱりとんかつを食べたいなとも思いますし、えー、このきくらげ卵炒め弁当がこれがあんまりこの何て言いますか、えー、見かけない気もするので、えー、なかなか中華料理屋さんに行かないと食べれない気もしますのでこれが気軽にファミマで買えるとなるとこれにも手が伸びそうな気もしますし結局全部ということですいません。はい 一緒にです、ね、ソファーに座って娘をここに置きまして娘が頭,頭を僕の胸にこうもたれかけさせながら子供番組を2人でこれ面白いねとかこ,れここはどうだねこうだねとか言いながら2人でおしゃべりをしながら見ている時が今私服の時でございます。 そうですねやっぱり分別は気をつけております。えーえー、ちょっとついなんか全部一緒でいいやなんていうことを一心思ってしまいますけれどもまもういけないいけないと思い直してちゃんと分別はきっちり気をつけるようにしております。はい、あとはあの分別ゴミ捨てる時も、えー、食べた後は、えー、お湯でちゃんとすすいでから捨てるようにしております。 ファミマの CM をやらせていただいているにもかかわらずファミマを言いづらいということが続いておりまして今年こそはファミマをを一回も噛まずにを撮っていきたいいと思っておりますいつもパワフルでいつもお腹をすかしている田中圭君にはがっつりのとんかつ弁当それからちょっと控えめで少し胃が弱そうに見える林君にはこのチキンステーキ弁当を差し入れたいと思います。 やっぱり家族が、えー、みんな健康で1年過ごせますよううにということですね、はい、あの,この年になってきますとやっぱり健康第一ということが身に染みてきますし、えー、娘も小さいので,すので小さいので、えー、もし何かあったらとかやっぱりいつも普段いつも考えてしまうのでぜひ、えー、家族がみんな健康でありますようにということが、えー、一番だと思ってそういう神頼み神頼みって言いますかお願いをいたしました。まずは、えー この、えー、ファミリーマートの CM をつつがなく元気に、えー、パワーアップして。えー やらせていただきたいなと思っております。えー、それから、えー、そうですね、あの舞台を、えー、今年はちょっと大きな舞台をやりますので、えー、それをぜひ本当に成功りのうちに、えー、皆さんに素晴らしい作品をお届けできたらなと思っております。まだこれはまたあの娘のことで非常に恐縮なんですけれども、えー、そろそろいろんなことがいろんな言葉が喋れるようになり、えー、音楽とか踊りとかも、えー、自分で こう自覚しながらやれるようになってきましたのでぜひ一緒に僕はギターを弾いたりしますので、えー、ギターを僕がが弾ききななら娘とと一緒にデュエットできればなと、えー、思っております、はいえー、そしてその娘と一緒にデュエットした動画を流して皆さんに見てもらえたらなと思いますけれどもこれはあ,のあくまであの親ばかな、えー、勝手な望みでございますのでそういうことはないかもしれませんけれども、えー、そういう姿を自分たちだけじゃなくてちょっと人様にも見ていただきたいなと思ったりもしております。 はい。